皆さんこんにちは。今日は来る12月3日 K1 大阪大会の見どころをたっぷりと語り尽くす座談会を開催いたします。進行を務めますのは私、岩井川の井川修司でございます。よろしくお願いいたします。そしてですよ、今回座談会に参加いただくメンバーなんですが、なんとも意外な顔合わせとなりました。まずはこの方、その拳で数々の名勝負を生み出してきたゴールデンフィスト、山崎秀明選手です。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もパーマかかってるね、うん、ありがとうございます。巻き気味で行きました。すみません、僕その髪型一番好きです。あれ、髪似合ってらっしゃる大阪大会、ね、さあ、そんな山崎選手の大阪大会といえばですよ、あの衝撃的な KO 決着となりました2020年の9月の安保ルキア戦でございます。はいはい、魂震えました、あれは。いや、本当にありがとうございます、はい、山崎選手にとってもちょっと忘れられない大会になったんじゃないでしょうか。はい、僕も K1 ファイターとしてやってる中で、あの試合でやっぱチャンピオンになれたということで、今までやってきたことが点と点が一気に線になってつながった瞬間だったので、本当忘れられない一試合でしたね。あれはもうお客さんも見てるが、もうテレビの前の人も総立ちになりましたけど、一個その前にちょっと喉どないしたんですか。はい、すいません、本当申し訳ないです。声を仕上げてきてくださいよ。申し訳ないです。ちょっとカラオケ歌カラオケ本当申し訳ない。誰がゴールデンカラオケしてこいって言ったの。すいません、今日はちょっとハスキーな声でやらせていただきたいと思います。それも似合ってらっしゃいます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、山崎選手と共に語っていただくのはこの方でございます。初代 K1 ウェルター級王者にして、現在はなんと MMA の世界に挑戦されている久保優太選手が K1 に帰ってきたよ。どうも、久しぶりに久保優太です。微笑みスナイパーじゃないですか。いや、もう久しぶりにここなんか来ました。本当ですか。はい、すごいことですよ、はい、これは。そうですね、呼んでいただいてありがとうございます。まあでも選手として言えば、もうやはりクレバーな選手分析っていうのに定評があると思うんですけども、最近のこう K1 の選手も変わらずチェックして分析したりとか。はい、もちろん先日のクラッシュももちろん見てますし、はい、ツイッターでも忖度なくいつも試合分析というか試合解説勝手にすごい、ちょっともう格闘技マニアとしてはもう K1 はずっと欠かさず見てます。あれはもうファンとしてはすごい楽しみなんですけど、もうちょっとだけ忖度してもいいのかなと思いながらハラハラしながら楽しみにしておりますけども、はい、さあ、そしてもう一方、花を添えてくださる方をご紹介いたしましょう。大阪大会でお姉さまでありますゆうちゃみちゃんとともに姉妹でスペシャルラウンドガールを務めてくれるゆいちゃみさんでございます。ゆいちゃみです。よろしくお願いします。お願いします。助かる花がやっぱり花が、選手も花がありますけど、違う意味の、ね、花がございますわ。お姉さんのゆうちゃみさんは K1 公式応援ギャルとして、はい、会場とかね、番組とかで解説されてるのを見たりしてますけども、はい、ゆいちゃみちゃんは K1 の印象といいますか、どうですか。なんか生で格闘技とかはまだ見たことがないんですけど、アベマとかでちょくちょくやってるのをママと一緒にいつも見てます。うん、ママちゃんと一緒に、ママちゃんと一緒に、うん、一緒に見てます。何やろ、ママもちょっと可愛いんやろなって思いますね。ママもギャルです。あ、ギャルなんや、やっぱり。はい、一番ギャルです。一番なんや。お会いしたい。さあ、楽しみな試合が盛りだくさんの12月3日 K1 大阪大会でございますが、なんといっても最大の注目は K1 ワールドグランプリ初代バンタム級王座決定トーナメント。さあ、昨年から本格始動した K1 バンタム級の初代王座をかけた8選手参加によるトーナメント、現クラッシュバンタム級王者の池田浩二、ムエタイ8冠王石井一生、 K1 バンタム級日本最強トーナメント優勝の黒田斗真、全クラッシュバンタム級王者の三風呂和樹といった日本人トップ選手4人に加え、海外の強豪4選手が参戦。初代 K1 バンタム級王者に輝くのはという、これもう楽しみでしょうがないトーナメントなんですけども、やはりこう K1 といえばワンデートーナメントっていうのがもう欠かせないと思うんですけども、ゆうちゃみさん、優勝してベルトを巻くには1日に3試合しなきゃいけないんですよ。
え、3試合ってやばくないですか。やべえのよ。もう3試合目ぐらいにはもう顔とかボコボコなんですか。3試合ちょっと考えられないんですけども、考えられないですね。まあ、お二方経験者でございますけども、ワンマッチとはやはり根本的にこう作戦対策違ってきたりするんでしょうか。山崎選手いかがですか。はい、まあ、練習としては右構えが来るのか左構えが来るのかっていうのがあるんで、いろんなパターンを想定しながら練習は準備はしていくんですけど、まあ、試合となればもういつも通りと変わらず、倒せるチャンスがあればもう早期的に倒しちゃって、次の試合をより有利な形で進めていけれるかなっていうふうな思いでトーナメントに挑んでるっていうのが正直なところですね。なるほど、はい、そのトーナメントで僕山崎選手にやられてしまったんですか。そうですね。駆け蹴り2発は何回見てもらえない。あれはもうワクワクしたけどもね。いやいや、もうその前にもうでも僕ダウン取られてるんで、カウンターもらってるね。二度とやりたくないです。もうやることはないと思う。さあ一方いかがですか、久保選手はトーナメントの戦い方。そうですね、本当山崎選手言った通りこうなんかサウスポーとオーソドックスで、うん、トーナメントで本当なんかこうオーソドックスの方がやっぱり割合的に多いじゃないですか、うん、だからサウスポーの選手の方がやっぱこう優位になってしまうんですよね、対策という部分で。でしかも1日ワンデートーナメントってことは1日3試合やらなきゃいけないんで、うんうん、もう怪我とかで、その怪我をして次の試合に挑まなきゃいけないんで、セコンド そのサポート力だったりとかいろんなことがこう重なって最後に一番その日一番強い人を決めていくみたいな、めちゃくちゃまあ醍醐味ですね。そこが、まあ、これが醍醐味、 K-1 の凄さにつながるんだと思いますけども、さあそんな山崎選手の今回のトーナメントの注目選手お伺いしていいでしょうか。はい、そうですね、まあいろんな日本人選手出るんですけど、やっぱり僕は、はい、三風呂選手を三風呂選手か、はい、ピックアップしたいと思います。まあやっぱり、ね、はい、彼はまあまあ、代表的なのはやっぱり記者会見でおちゃらけて、まあ周りを、面白おかしくしてくれて、また、まあ、お客さんを、寄せ集めてくれるっていう風な、ね、仕事もしてくれてるんですけど、やっぱり試合を見ると結構堅実な戦いでしっかりトレーニングしてるなっていう風な、試合を見せてくれるんで、まあ、実力も十二分ですけどね。戦い方としても堅実やし、はい、強いのは強いですからね。強いです、はい、かなり強いですね。イケメンやし、はい、人気出る選手かなと思います。さあ一方久保選手、注目の方いらっしゃいますか。そうですね、まあ、個人的にやっぱこうすごいたくさん、もうやっぱトーナメントってめちゃくちゃの注目選手がたくさんいて、はい、なんか池田選手とかはやっぱこう格闘代理戦争の時に、まあ、言ったらその補欠というか、はい、もう試合できなくて、はい、はい、でクラッシュとか K-1 とかに上がってプロのリングになってから活躍する選手っていうことで、個人的にはめちゃくちゃこう好きな選手なんですけど、うん、トーナメント経験してるやっぱ黒田選手とかはやっぱ一回優勝してるじゃないですか、はい、最強決定トーナメント、はい、なんですごいトーナメントって考えたら優位かなって思って、なんかこうやっぱりそれぞれこのトーナメントでなんか注目選手っていうのが分かれてしまうんですけど、やっぱり一人挙げるとしたら僕は石井一選手がやっぱり注目かなって思います。でこの間の K-1 の試合とか見てもすごいパンチに対しての技術とか顔面その肘なしルールっていうんですか、もうそれに対しての対応とかがすごい変わってたんで、完全にこうもうアジャストしたなっていう感じがしますね。はい、そうね、1ラウンドこうやっぱ様子見してたんですけど、うん、その3ラウンドから来てたんで、ああこれはもう完全に適応してるなっていうのが今度回のトーナメント楽しみだなって思いました。すげー分析してますね、やはり。めちゃめちゃ好きなんです。ずっと聞いてた。さあちなみにですね、私なんですけども、黒田選手と対戦するこのムエタイからの刺客、このヨーシラー選手、この人やばいんちゃうかと思ってまして、そうの熱いムエタイ軽量級において、つい最近まで16連勝、約3年間無敗だった。でタイで活躍しているそれこそ石井一成選手、吉成名高選手ともにこのヨーシラ選手かなり強いと評価しているそうです。しかも相手が先ほどおっしゃいました日本トーナメント優勝者黒田選手ということで、この1回戦がトーナメントの鍵を握ると言っても過言ではないと僕は思います。さあこの試合の勝敗を分けるポイント聞きたいと思うんですけども、山崎選手いかがでしょう。そうですね、まあ相手もどうこうそうなんですけど、やっぱりまあ自分の戦い方をするっていうのが一番、はい、この勝利にトーナメント勝ち進むにあたって一番の近道だと思うんで、対策はもちろんしてくるとは思うんですけど、はい、まあいつも通りの試合をしていっ
もらったらやっぱりこうスムーズに上がっていけるんじゃないかなというふうに思いますし、こう強い選手とまず一番最初に一番の茨の道を行くことが優勝へのまず一番の近道であって、正人選手がおっしゃったように黒田選手もねこの一戦に多分欠けてるもの多いと思うんで、もう本当楽しみというかね、僕もその通りの試合運びしていけば、そうですね、はい。さあ一方久保さん、この試合のポイントどこでしょうか。黒田選手ってサウスポーじゃないですか、はい、であの吉岡美人選手かつサウスポーの時に負けてたんですよね、うん、で黒田選手戦績いいんですけどサウスポー同士っていうことで、まあ、トーナメント先ほど山崎選手言ったようにやっぱサウスポーなのかオーソドックスなのかってすごい変わって、で今回この吉田選手ってサウスポーなんですよね、はいはい、でそれに対して黒田選手ってあのいつも通り その動きができるかっていう山田さんおっしゃったようにそこがすごいポイントかなと思ってて、それでここで削られてしまうと黒田選手が2回戦上がった時にかなり苦戦してしまってればするので、ただその吉田選手がどれだけその K-1 ルールにアジャストしてきてるかっていうのが分からないですけど、結構映像を見るとパンチとかで、まあ、右アッパーから左ストレートとかっていう感じで、え、あのパンチで結構倒してたりとかするので、すごいあの、あ、結構 K-1 ルールに向いてる選手なんじゃないのかなって思って、黒田選手との相性すごいいいんじゃないのかなと思ってあの注目してます。なるほど、これはもう楽しみな試合でございますけども、ゆいちゃみ起きてた？はい。あすみません、なんかもうちょっとねおじさんたちが格闘技の話大好きなんですよ、はい、ごめんね、なんか TikTok の話とかすればよかった全然その隙がなかったからごめんね。さあそんなゆいちゃみちゃんに聞きたいんですけども、はい、このトーナメント出場の8選手の中で、はい、ま、うん、見た目、うん、は誰が一番気になる？三風呂選手。三風呂選手、はい、石井選手もかっこいいよ。いやいや三風呂選手です。三風呂選手喜ぶんちゃうかな。いやめっちゃイケメンですね。イケメン、このパンフレットからでも分かりますよね。記者会見見たことありますか？いや見たことないんですよ。また印象変わると思います。見ます。ざっくり言うと打率は低いよ俺らもプロでお笑いやってるから一応厳しい目で見させてもらう。でも楽しいことをやろうとしていることが俺は大好き。間違いないです。三風呂選手応援しております。続きましては大注目の試合をピックアップさせていただきます。 K-1 フェザー級軍事タイト VS ワン・ジュングアン。今年8月の K-1 福岡大会で K-1 フェザー級世界最強トーナメントを圧倒的な強さで制した K-1 フェザー級王者軍事タイト、次なる対戦相手は中国のワン・ジュングアン。かつてタケルとタイトルマッチで対戦しダウンすら奪わせず逆に追い込むシーンも見せた強豪選手でございます。タケルが倒せなかった相手を KO し軍事タイトがスターへの道を突き進むのかという大注目の試合でございます。さあ早速ですけども両選手から見た軍事選手の強みをお伺いしていいでしょうか。山崎選手。はい、そうですね、もう本当にあの次の K-1 俺が背負っていくんだっていうようなね、あのやっぱり戦い方見ててもすごい感じますし、こう隙がない選手といいますか、あのどこついてどういう対策練ろうかなってすごい考えさせられる選手やなというふうな印象があります。まあ、あの攻撃力もあの強いですし、まあ、トータル的にもあのすごいバランスのいい選手なんで、盤石の強さ見せてる選手だなというふうには思いますね。でもかつしっかり倒せるんで。そうですね、はい、最近倒せる戦い方をやってるっていう感じがしますね。久保選手いかがでしょうか。そうですね、あの軍事選手本当にやっぱ元々パンチのテクニックすごい上手でしたけど、結構ジャブとか中心に遠い距離 の、まあ、あのコンビネーションとかが中心だったんですけど、見てると最近もうコーナーに詰めてからの上下のランチの打ち分けがすごいなと思って、あれで結構みんなあのダメージ食らってるじゃないですか。その辺はすごいなんかもうどんどん本当に次の K-1 のなんかまあ自分が誘うっていうなんか覚悟の表れというか、それがトレーニングとかにあの表れて、で倒しきるっていうところ、そういうところを練習されてるのかなって思って、逆に一方なんかこうワン選手だとあの本当はタケル選手ともうめちゃめちゃ打ち合ってっていうなってるじゃないですか。だからそうなると郡司選手が得意のその最近得意のパターンのコーナーに追い詰めてっていうところに持っていけない可能性があるんですよね、うんうんうん、タケル選手並みのもうそんな圧力ですらそこまでガーッと打ち合いになったので、うん、ってことは
まあ、相当郡司選手もここで苦戦絶対するとは思うんですけど、うん、ここでそのなんか武尊選手みたいなそういうなんかスターじゃないですけど、もうそこでガーンとこのワン選手をもう波を超えてしまったら本当にもう大スターだと思います。1ラウンド豪快 KO とか見せてほしいですよね。いや本当そうなったらもうすごい楽しみですよね。郡司選手もっとちゃんとこうスターにならなきゃいけない選手だと思うんで、ね、本当実力すごいと思うんで、はい、さあタフな相手を KO するといえば山崎選手、うん、ありがとうございます。はい、なんかこう授けるアドバイスといいますか、はい、僕はもう本当もう抑えてもうドーンでもうドーンでバーバーなんでほんまにそうなのよでそれで買ってきた人なのよすごいあの相手がこう一瞬でもひるんだらそこを見逃さずに、うん、しっかり追い込んでそこで仕留めに行ける、まあ非常なこの悪魔の部分をあのその時にガッと出せるかどうかだと思うんで、技術は定評ありますからね。そうですね、はい、まあ、あとはそのタイミングと相手がこう下がったタイミングとかっていうのをこう見逃さないっていう部分が、やっぱり KO に直結してくるんじゃないかなというふうに思いますね。なるほど、はい、さあそんな郡司 VS ワンのお話聞きましたけど、郡司、はい、も男前なのめっちゃイケメンかっこいいですよね。ワイルド系でね、うん、かっこいい。ここひげ剃った方が、うん、ここひげ剃ってこない、ここのひげ剃ったら、ね、あの好きになりますこれで郡司試合剃ってきたらめっちゃおもろいけどあの時のあの時の言うこと聞いてるって一気にファンになるよみんなが、かわいいっつってぜひ剃ってほしいです、ね、ねえでもすっごいシャイな方なんですよ郡司さんって。でも応援したいと思います。さあ続いてもう1試合ピックアップしました。 K1 クルーザー級マハムード・サッタリ VS ステファン・ラテスク。今年4月3日ケーズフェスタ5で K1 無差別級トーナメントに参戦いたしました。出場8選手の中で最軽量最も軽い 82.5kg ながら優勝を果たしたマハムード・サッタリ選手、ここまでのプロ戦績は20戦20勝 12KO と無敗街道を突き進んでいます。今回はヨーロッパで注目を集めている新進気鋭のファイターステファン・ラテスクと対決ということでございます。もうこれは K1 ファンならサッタリって言ったらもう強いってすぐ出てくるんですけども、サッタリの強みをちょっと改めてお二人にお伺いしていいでしょうか、うん、山崎選手。はい、そうですね、もう本当あの重量級とは思えないようなあのスピードと、うん、やっぱね、ちょっと一緒に練習させてもらったりとかもしたんですけど、やっぱり目の良さですよね、うん、やっぱり本当にその軽量級を回せるようなスピードから自分の攻撃から相手の攻撃を見極めながらしっかりカウンターを食らわして、まあ、しっかり、KO して、戦績を伸ばしているとは思うんですけど、うん、もう本当彼もねすごいこれからの K-1 を背負っていく選手だと思いますし、見せる K-1 をできるファイターだなというふうに思いますね。なるほど、はい、久保選手いかがでしょう。まあ、90キロないわけじゃないですか、はい、でも本当無差別級でも優勝してっていう感じで、普通体重あれだけ差あったら倒すのって難しいんですよね、うんうん、でもそこでその確実に急所を当てるっていうところ、さっき山田選手が言ってた本当に目の良さとかタイミングとかすごいんでしょうね、うん、なんで自分だけもらわずに相手に当てるっていうのがもうすごくて、これは どれだけサッタリ選手が派手な KO を見せるかっていうところは個人的には注目してて、いやもうめちゃめちゃ楽しいですね、うん、なんかもう昔の K-1 で見たかったですね、本当にタイムスリップして、確かに確かに20年ホーストとかとやってるの見たかったですね、ぐらいもう本当そんな選手がもう今現代にこれだけいるっていうので、もう頭何個も飛び抜けてるぐらい、うん、さあサッタリの無敗記録が続くのか皆さんご期待ください。